東京温度、東京温度、東京温度は、日本の歌。作詞最上80、作曲、中山新平。盆踊りの定番曲として親しまれ、また、プロ野球チーム東京ヤクルトスワローズや、プロサッカークラブ、FC 東京の応援歌として使われていることでも、知られている。もともとは、丸の内温度という曲名で1932年。 昭和7年に制作され、日比谷公園での盆踊り大会で披露された。関東大震災で壊滅した東京も、同年7月の市町村合併で、人口約530万の世界、第2位都市になり、有楽町の商店街の旦那州、日比谷松本楼の小坂光さらし品の藤村源三郎、深川の井上忠二郎、土手の岩佐善三郎、並木の森平四郎は、 不況を吹き飛ばす、景気づけとして、それまでなかった都会の盆踊りを企画し、ビクターに、温度の作成を依頼した。作詞を、西条八十、作曲を、中山新平が手掛け、歌は、日本橋吉町の原者だった、藤本二十三吉、当時は、吉町二十三吉と、民謡歌手の三島一世がそれぞれ吹き込んだ。丸の内温度会長となった、さらしなの藤村が警視庁に、 日戸公園での盆踊り開催を申請し、同年8月15日から5日間行われた。揃いの浴衣さえ用意すれば、誰でも参加でき、同月18日には、丸の内温度が、ラジオで全国に初披露された。長井花風によると、その盆踊り大会は、日部屋の百貨店、美少百貨店の広告であり、その百貨店で浴衣を購入しなければ、参加できなかったという。歌詞には、 丸の内、三宅坂、月屋橋などの地名が織り込まれている。作詞した西条は、この温度が揃い手ぬぐい、揃い浴衣で初めて踊られた、あの、日比谷公園の涼しい月の夜を、私は長く忘れないであろうと述べている。その後、レコード会社が、墨田、武蔵野などを入れて、東京一円のご当地ソングとして売り出したという。丸の内温度のレコードはビクターから発売され、 A 面が藤本二十三吉、B 面は三島一世によって歌われた。二十三吉はこの曲を最後にコロンビアに移籍した。1975年と1976年に丸の内の祭りであるグランマルシェの催しの一つに取り入れられた。それ以後は長らく行われていなかったが、日戸公園の開園100周年を迎えた2003年以後、毎年8月に、 日比谷公園丸の内温度黄金踊り大会が開催されている。地区や年代によって様々だと言われているが、日比谷公園の踊り方がルーツという可能性が高い。丸の内温度の人気を感じたビクターは、それを全国的に流行させるため、1933年7月、東京温度と会談して発売、当時の東京市民すべてが歌えるように改めしされた。 生まれ故郷の東京に盆踊りを作ることが念願だったという西条は、どうせ書くなら、一つ、東京全市を賑やかに踊り狂わせる。例えば、阿波の和放踊りのようなものを書いてみたいと思ったと、改装ている。前十番からなる、東京温度は小歌翔太郎と三島一世の歌唱で、レコード化され、日はいサを連想させる歌詞もあって爆発的に流行した。翔太郎の一連のヒット曲に多い。 はあ、はあこうたの歌い出しの、翔太郎の力強い、景気の良い歌声は、日本中に響き渡った。ビクター社員は、各地の盆踊りに、電気蓄音機を持って行きやぐらの上で踊り方指導し、全国のレコード店でも踊っては手売りするなど宣伝に、勤め、盆踊りの季節が過ぎても人気は衰えず、10月の、総計戦野球では、 入場券を求める観覧客が徹夜で、神宮球場に並んだが、東京温度で夜を明かしたという。翌1934年の日比谷の盆踊りでは、揃いの浴衣の踊り手500から600人が参加し、見物客は3000人に及んだ。東京の見どころを歌った、東京温度は、東京復興及び経済振興の歌として受容され、東京だけでなく全国でヒットし、 レコードの売り上げは発売当時だけで120万枚に達したという。翔太郎にとって、島の娘、明日はお立ちか、桜温度、大島おけさ、翔太郎小森唄などと並ぶ代表曲となった。後年、翔太郎が定築に移籍してからは、かつて翔太郎と犬猿の仲と言われた、一丸、吉久丸、鈴木正雄によって、再吹き込みされた。し続いたことで、 西条や中山も眠れずに困ったこともあったほどだったという。また、同じ年に流行したヨー,ヨーと共に紹介されることも多い。その後も時代を超えたロングヒットとなり、総売上げ枚数は正確には不明であるが、1971年の段階で発売当時の20倍以上、枚数にして2000万枚以上を売り上げているとも言われる。前奏は、 当時新橋清造の歌唱で流行していた、鹿児島お原節の前引きを引用している。折からの新民用ブームで、当時は各地で次から次に新民用が作られていた。東京温度以前は、須坂孝太、飯坂孝太、三笹孝太、餅月孝太など、孝太という大の歌が誠に多かったのに対して、東京温度以降は、別府温度、高田スキー温度など、温度が増加した。この 温度もの流行りは新民用の域にとどまらず、流行化の分野においても、桜温度の各社協作へとつながっていったのである。原始の2番5番8番が神様などを賛美しているとされ、第二次世界大戦後の連合国軍の占領下における思想取締りの中で強制削除対象にされたが、もともと、鹿児島県最大の祭りであるお原祭りの踊り歌である、 鹿児島を原武の前弾きを引用しているように、東京版の祭り歌であり、自社の祭りや盆踊りで最も歌われ、回れてきたものデる。この曲に限らず文化でもないのに、戦前のヒット曲というだけで GHQ に目をつけられ、全くの言いがか,かり理由による不当な検閲行為はほぼ、すべてのヒット曲に対して行われた。各所で、抗議の声が高まり原曲のまま歌い続けられる曲も多かったと。 される。現代において、盆踊りなどで流される、東京温度は、原始の一番、3番、9番、6番、10番。ただしかしに、若干の変更ありの5番構成のものが主流であり、プロ野球東京ヤクルトスワローズの応援歌、口実でもこの形式のものが採用されている。プロ野球チーム東京ヤクルトスワローズの応援歌となっている。1五十四年、昭和十九年、 後に国鉄スワローズ施設応援団、ツバメ軍団団長になる、岡田正康が、巨人側の観客席は、大勢のファンで盛り上がっているのに、自分たちが座った国鉄スワローズ側は、空席が目立っていた。そんな様子を見て、一人さえ前列に降りていき、歌唱応援を始めたのが最初である。現在は、得点の入った時及び、本拠地神宮球場で7回裏の攻撃前、 ラッキーセブンに広げたビニールさん、青や緑が多いを振って歌っている。これも1978年、昭和53年のヤクルト初優勝の前後に、岡田の発案によって始まったものである。なお、戦前の歌詞には縁が歌い込んであった。かつて、昭和40年代、昭和40年、1965年から47年、1972年、五郎には、 当時東京スタジアムを本拠地としていた東京オリオンズロッテオリオンズ現千葉ロッテマリーンズの応援団が東温度を使用していたが同球場の閉鎖に伴う撤退を境に使用されなくなったこの関係から2007年平成19年千葉マリンスタジアム開催時のセパ交流戦千葉ロッテ対東京ヤクルト戦において東京温度譲りました というキャッチフレーズが付けられている。また、プロサッカークラブ FC 東京でも2006年からの東京ヤクルトとのタイアップを受ける形で東京温度が採用されている。感想部分は野球と同様にくたばれ読売である。こちらで指される読売とは読売サッカークラブを全身に持ち FC 東京にとって東京ダービーの相手となる東京ベルディのことである。 平成の時代の若者たちにも東京音頭を踊って欲しいと2004年に NPO 不動産女性会議まちづくりチームの企画で作った。編曲はロックミュージシャンで音楽プロデューサーの南木直樹、歌と津軽ジャミセは吉田正樹氏、津軽ジャミセの吉田兄弟の兄、良一郎の妻、振付は五世、花柳義次郎。なお、2008年6月、五星。 花柳義次郎は四世、花柳樹じを襲名し下流流家元を継承した。翌年、社団法人東京都民謡連盟教授会が、盆踊りバージョンを振り付けを手掛け、成長と盆踊りバージョンの2種類の振り付けで、踊られるようになった。8月には、浅草国際通りで、開催されたつくばエクスプレス開通宿賀イベント、大江戸ビートフェスティバルで、10月には青山祭りパレード。 青山通りで採用され、また、小学校の運動会でも採用が始まった。なお、ニューバージョンの曲名を、東京温度、平成版大江戸東京温度とすることについては、西条80の実施で著作権相続人の西条やつかの了解を得ている。1982年に日本テレビ系列で放送された、史上最大、第6回アメリカオーダンルトラクイズで、 冒頭、高楽園球場の入場口に集まった出場者の前で、国外レポーター、福留伊佐を、当時、日本テレビナウンサーが、と、罰が描かれた浴衣を着て入場し、東京温度の替え歌、ウルトラ温度を披露した。この温度は、ワシントン DC で行われた、同大会の準決勝の敗者が、罰ゲームとして、リンカーン記念堂のリンカーン像前で歌った。だが、 ウルトラ温度が披露されたのは、結局この回のみだった。この曲とは別に、大東京温度、作詞、滝田常春、補作、藤田正人、作曲、遠藤実という曲が存在する。大東京温度は、東京12チャンネル、現、テレビ東京の企画で制作されたもので、レコード各社により共作されたが、橋幸夫と金沢明子のビクター版が一番ヒットした。 同局の特別番組、夏祭り日本の歌では、大東京音頭、出演歌手全員で歌うのが習わしだった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。